23戦23勝23 KO 怪物王者エドウィン・バレロ日本最上陸。1ラウンド KO がこの男の代名詞。2006年にはデビュー以来18試合連続1ラウンド KO の世界記録を樹立。本能むき出しのファイトで迫り来る怪物は今宵も戦慄の KO を予告する。De que el knockout siempre está latente cuando se trata de Edwin Valero. その怪物に挑むのは36歳世界初挑戦島田武尊。30歳3度目の挑戦で日本タイトルを獲得した遅咲きの苦労人。その後5度の防衛を果たし日本最強を証明。だが島田の階級は世界的にも層が厚い。世界ランクにいながらもチャンスは巡ってこなかった。気がつけばボクシングの定年37歳目前、島田はチャンピオン陣営に挑戦状を送り続け、ただただ夢の成就を願った。変な話ですね、決まんないかもしれないから、世界タイトルがこればっかり分かんないですよ。だが島田の心は折れることはなかった。来ると信じ続けるその時のために世界王者に負けない体を作り上げる。日本王座を返上してから実に1249日、ついにその時が来た。くじけそうな時、諦めそうな時ね、励まして、ね、支えてくださった皆さんにね、ベルトをつかみ取るということですかね、それしかないですね、オールノックアウトの怪物を前にして世間の下馬評は島田の圧倒的不利。だが名門米倉ジムの偉大なる先人たちはいずれも絶対的不利の下馬評を覆して栄光を手にしてきた。36歳島田武尊、ボクシング史に残る世紀の番狂わせなるか。